誰一人回復役がいねえんだ。今見たら誰一人回復役いねえんだ。クソみたいなパーティーだな。ほら、ここにも宝箱がありますね。中身は？お、二つあんじゃん。こっちから見ていくか。いやー、お前いいかい。さあ、こっちは何でしょう。博愛の指輪。何それ。あった。博愛の指輪。HP 自動回復に、HP と守備が30ずつか。まあ、悪くないんじゃない。これだってさ、スライム系につけたらめっちゃ強くない？って思ったんですけど。あ、でもうちのスライム、あれだわ。使わねえな。え、ゴールデンスライムあたりにつけとくのはありかもしんねえな。ゴールデンスライムとかは全然ありかもしれない。さあ、この先にいるってことですよね、あいつが。あ、宝箱あんじゃん。取りに行こうぜ。先に、にゃーん。はい。この邪悪そうなボールを辿ってきました。どうやら、目的地はここみたいだ。来たことないのかな、リュノ君は。怖くて来れなかったのかな。お兄ちゃんの手を繋いで欲しかったのかな。あいつ、一体何を。母親に会いたくて暴れてるのさ。あ、そうなんだ。母親なんだ。おお、そう、お前だよね。神に仇なした天空人の女。彼女の名はイシュカ。イシュカ。イシュカはこの世界を再構築するために。子供だったんだ。3体のエスタークを産み落とした。エスタークがお前の子供だったんだ。結構えぐいもん産んでるね。そして世界に激しい混乱と絶望をもたらした大罪人なんだよ。おお、記憶の世界で見たね。その罪によって異界へと封じられたマスタードラゴンの手で。でもその異界にさ、いなかったよね、あいつら。エスタークしかいなかったよね。あれとはまた別の場所に隔離されてたってこと。子供とは同じ場所に入れようとしなかった。破滅へ導くだろう。この世界を真に救いたいと願うなら、やっぱラスボスなの。彼女を倒す他に方法はないんだ。お前じゃ無理だ、リュノ。行こう、兄さん。これが最後の大仕事だ。ねえ、でも裏切ってきそう。お前、俺まだ信じてねえからよ、俺は。え、合体する前に、おや？ジゴスパークやってるって。早めの。行かせぬぞ。次元竜ちゃん？ネグリ、また僕の邪魔をするのか。次元竜ちゃん。人の話を返せぬ愚か者が。ここより先は通すわけにいかぬ。え、これどっちが正しいの？やっぱネグルの方が正しいのかな。え、先にネグル戦なんだ。ほー、いや、戦いたいと思っていたよ。ちょうどお前と戦いたいと思っていたんだ。俺は稲妻光は激減で、ギガスラッシュ打ちましょうか。賢さ高いんだったっけ、確か。賢さ高いんだよな。賢さまずめっちゃ下げていい。賢さちょっと下げといて。ね、からの、いきます。いや、これどうだ、ブレス打ってくるか。ブレス打ってくる可能性も考慮しとく、一応。からの、シャイニング棒は激減されるから、爆裂剣でいきましょうか、爆裂剣で。さあ、始めようぜ、俺たちの最後の戦い。次元竜ネグルちゃん、賢さ、呪文封じ来た。あ、もうこれし、おしまいだね。もうネグルちゃん、魔法トーンをしてきました。呪文封じで何もできません。煉獄火炎が先に決まってくるが、まあダメージはそんなにないかな。いい弱点は、ああ、いい火力出る。400、500とかダメージ出てね。さあ、ブレスダメージ軽減しました。もうこれであいつはやることがない状態でございますか。さあ、ここでやっていきましょう。ギガスラッシュからの、ですね。なるほど。さあ、どうし、どっちだろう。先にヘネトスやっていい。先にヘネトスやっていて、
おたけび向こうだよね。そうだよね。じゃあこの、待って待って待って、ちょっと待って、ブレス激減なんだ。え、これ輝く息の方が火力出るかもしれん。と、シャイニングミラクルソードでいきましょう。さあ、エナトス入れて、コギブレス封じにも来ちゃった。ネイグルちゃん何もできない。ジゴスパークは、呪文はもう何復活したん。さあ、回復大事。バンドはエイジと来ましたら、なるほど。じゃあここで私がやることは一つ、稲妻斬りからの、守備力、ルカなん、ルカにで守備力下げようからの、じゃあもうこっち攻撃でいいや。デスピサロ君、デスピサロ君、じゃあもう一回回復しとく。ミラクルソードで、ミラクルソードで回復しとく。ネグルちゃんほんと強そうだね。さあ、守備会心封じまして、稲妻斬り411、火力がすごい。419からの攻撃がゼロ。魔法トーンは呪文封じで使いません。自己スパーク、あれ魔法とかでも関係ないもんな。うぇ、いい火力、190火力。さあ、素晴らしい。じゃあ、これは何もしなくていいや。これちょっと待って。賢さもう一回下げていいかな。賢さもう一回下げていい。ちょっと待って。どうしようかな。ギガスラ、ジゴスパ、百裂の絵無効か。守備力1になるのかな。一回やっていい、ネギョルちゃん。呪文ブレス会心封じが続いてますね。でもこれでいいんじゃないでしょうか。百裂ためは守備力は1になんないか。じゃあ意味ねえわ。じゃあいいわ。煉獄火炎、ブレス封じ、残念ながら効きませんと。さあ、爆裂剣が入って。いい火力、600出た、600出た。さあ、未だに戦闘は続いております。火力が素晴らしい。当店マザン、当店マザン、ジゴス。ジゴスパークがなんだかんだ一番厄介かもしんねえな。ジゴスパークがなんだかんだ一番厄介かもしんねえな。さあ、じゃあここで黒竜丸ちゃんは、じゃあもう一回賢さ下げといて。デスピちゃんはじゃあもう一回ミラクルソードでもやっといてもらおうかね。さあゴーフール。さあ賢さ会心封じ、会心封じはもういいね。魔法トーンがちょっと厄介。いや呪文封じ来ちゃったね。煉獄火炎が若干えぐいが、まあ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 、いける、全然勝てる勝てる勝てる。間違えた。やべ。ミスった。まずいぞ。稲妻斬り。ミラクルソード。オーケー。回復大事。攻撃1。ジゴスパークはちょっとまずい、まずいまずい。誰か死んじゃわない。危ねえ。危ねえぜ。そっか、呪文使えねえんだ。やべ。やべ。罪か。罪かもしんねえ。さあ頼んだ。いや勝った勝った、ネグル強かった。なかなかいい戦い。18万報酬がえぐい。ありがとうございました。いや強かったよネグル。なかなかいい戦いでした。薄命の洞窟での忠告を忘れたか。何でしたっけ。ちょっと時間経ちすぎて覚えてないんですよ。言ったはずだ。その男は世界を終焉に導くつもりだと。ああ言ってましたね。え、でも違うじゃん、違うじゃん。先に仕掛けてきたのお前じゃん。ネグル、あんまり不安を煽らないでくれ。違うじゃんネグルちゃん。僕の真の目的は対話で解決しようよ。世界を終わらせることじゃない。ほう。ただそうなってしまうだけさ、家庭でね。やっぱこいつクソやんけ。やめろお前、とどめを刺そうとするんじゃない。やめなさい。いや、うわぁ、ひどい、なんてこと。やっぱ一旦こいつボコっていく。彼の言う通り、
僕はこの手で世界を終わらせるだろう。再構築するって言った。だけど2階の扉はもう開いてしまった。再構築させたいだけなんでしょ。イシュカは間もなく目覚める。やっぱ彼女を倒さなければ悪やん。どうせ世界は終わってしまう。今さら考えても仕方がない。せやな。最悪の女神、イシュカの目覚めだ。お前こいつやっぱどうにかしようや。その前にさ、ちょっとあの宝箱取らして。おお、イスターク3体が卵みたいになってんだね。虹色の卵かな。来ちゃったね、イシュカさん。私を揺り起こすのは誰でしょう。声がエロい。さすが聖母。フィタドゥーラ、ラパタドゥーラ、ビエンドゥーラ。あ、違います。もう名前変わってます。お前たちが私を起こしてくれたの。違います。かわいそうにこの世界の者たちに滅ぼされてしまったのね。うん、若干2名によって滅ぼされました。勇者とそこにいる魔王によって滅ぼされました。そしてお前も滅ぼされるんだ。少し眠っておいで。バブミを感じるってやつですか。待って、バブミを感じるな。やめろ。お前はお母さんじゃない。絶望に染め上げられてこそこの世界は美しい姿で再生する。おお、絶望こそ美しいと。そういうことか。お前さあ世界を作り直しましょう。ルノ待ってろ。お前、これが終わったら次お前だからな。何度でも殺してやるよ。やっぱラストは人型がいいよね。戦うんならやっぱ人型がいいよね。人型ってなんかラスボス感あって好き。うわ強そう。帽子脱いだだけでもうなんかめっちゃ強そう。演出綺麗。サチコやん。サチコ、ラスボスサチコやん。お前サチ、お前紅白サチコやん。お前今日あなた方に与えられるのは贅沢な死です。おお、贅沢じゃない死もあるんですか。進化の夜明けは近い。死は救済だ。旅立つ者たちよ、破滅の糧となるがいい。進化の夜明け、いよいよ大詰めだ。祝宴を始めよう。龍のお前はさ、何倒したいの。どっちなのお前は。お前はどっちなの。本当に目覚めさせて復活さし、あの目覚め復活させて倒したい。どっちでもいいわ。じゃあやりましょうか。弱点になっちゃってるねー。じゃあギガスラッシュ打ちましょうか。呼吸丸くん、どっちだろうこれ。いや、まず賢さ下げていいよね。なるほど。ブバー、いやあいつさすがにブレスじゃないね。ブレスするタイプじゃないでしょ。極火炎、極炎火炎からの装填。いや、これ爆裂っていいよね。爆裂でいいと思うんだ。さあ行きましょう。まずはフールで嫌がらせ。賢さブレス数字323、いいがん450、回復が素晴らしい。800ダメージが出てる。ラリーフォーマー、おやすみみんな。オッケー、ビッグバン。大丈夫であってほしいと願っていた俺がいた。いやー、火力がまあまあまあ悪くない。一番の火力はお前だ、ギガスラッシュ。さあ次は、じゃあヘナトス使っといて。極炎からの、どっち、どっちこれミラクルソードかな。これミラクルソードでいいよね。さあ行きましょう。ヘナトスで攻撃下げて、愛人、いや呪文封じ来てほしい。呪文封じ、稲妻斬り、煉獄火炎。オッケーオッケー。サバトローム、うーわ、水技のやつか。光の波動、やばっ。マジで言ってる。それはさすがにまずいよ。光の波動ちゃんはまずいと思います。さあ、それじゃあ行きましょう。もう一回フール使って、おたけびは効かねえもんな。ブバーン、間違えた。火炎からの
バクルつけいきましょう。さあ、もう一回。フール？ミスった、やばい。ミスった、やばい。グランドクロスは、まずいぞ。いいから、出てしまった。やばい、やばい。ラリホー、ラリホー、寝るな、やめろ、やめろ、起きるんだ。煉獄火炎で。300。まずいんじゃないの？まずいんじゃないの？もう一回、もう一回、もう一回。もう一回、フール。フール。フール、ゴー！フール。かしこさん、呪文封じきた、呪文封じきた、これでかい、これでかい。490。仮に息はまずいんじゃない？息はまずい。死んじゃうー、サバトロームはやめて。呪文封じでした。よかった。あぶね。九死に一生を得た感じ。間違えた、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 間違えた。凍てつく波動は、何も起こらない。グランドクロスは、無理。オッケーオッケー。実際人は何もできていない状態だ。さあ、回収重量833。火力が素晴らしい。じゃあ、ここでもう一度ヘナトス使っていきましょうか。ゴー！ヘナトスからの？よっけ、攻撃、命中、減少で。さあ、470。稲妻斬り、蒼天魔山、チビリーニョは諦めてください。呪文封じです。光の息はちょっと痛いが、死んじゃったー。まずいか、まずいか、まずいか、まずいのか。一旦じゃあここで入れ替えましょうか。行ってくれ、行ってくれお前たち。さあ、ゴッドライダーが、癒しの雨。ザオラ。ザオラ、使えねえもんな、そうだよな。ネコマラ、癒しの雨。一旦もっと考えて癒しの雨でいった。で、ドラゴンアビスが、アビスハンド。どっち？アビスハンド？アビスハンド使ってみていい？いや、お任せしよう。もうお前に任せる。デスピサロちゃんじゃーん。ミラクルソードでちょっと一旦回復して。ゴー！癒しの雨来てからの？癒しの雨もう一回？2回行動、素晴らしい。クロッカー撃が389ミラクルソードで回復。オッケー、素晴らしい。全回復まで。サバトロームは呪文封じで、光の波動はまずい。退屈された。さすがにちょっと痛いが。攻撃521、クロッカー炎が。オッケー、決まった、389。ナイス、火力、石化強かったが。まあ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 。まあまあまあ。そこそこ強かったよ。いい戦いだった、ありがとう。愚かな。破壊でしか、この世界は。食えないというのに。そうか、お前はそういう考えしかできないんだな。それについては同感だよ。お前もか。ただ僕は完全なる破壊の前に生み出したいんだ。自分自身の理想郷をね。自分の手で世界を変えるためには破壊するという思考しかできないのか、お前たち。さようなら、イシュカ。出会い方が違えば僕たち仲良くなれたかな。くどくな、お前。人妻だぞ。未亡人だろ、多分。知らんけど。くどくんじゃね。遠慮ない。容赦のない一撃でした。それじゃ、始めようか。何を？お前は一体何がしたいんだ？本当に、世界を終わらせるつもりか？言っただろ。それは過程に過ぎないと。お。え、まだあんのこれ。僕もただ会いたかっただけさ。会いたかった。お母さん、母さんにね。お母さん、え、イシカ、お前の母さんじゃないもんな。それはそんなわけねえよな。ごめん、調子に乗った。会いたかったよ、母さん。なんで母さんがいんの。言うな。一発ビンタしとった。ようやく時が来たのですね。私たち親子の願いが叶う時。何願いって。長い間待たせてごめん。お母さん、理想郷を描き出す時が来たよ。え、体はあんの？媒体は別にあんの？さあ、新しい世界を作ってくれ。やっぱあれか、エビルプリストの時と同じでさ、世界作れんのかな。
扉？何？あ、扉なんだ、やっぱり。ここに自分たちの世界を作るってことでいいんですか？エルフはそういう力があるんだ。これはだから要するにあれだよね、お母さんがこの世界になったってことだよね。よかったのか、お前。お母さん、あなたは一体常にお母さんと一緒にいれるっていう、そういう考えなんです。僕らの子孫、古代エルフ、エルゼトの民には世界を生み出す力を持つ巫女がいた。もう言ってたな、なんかエビプリーガーだってその力を利用したっつったもんね。異界そのものに姿を変えて異種化を封印すること。あ、そうだったんだ。やっぱ、最初の起源はエルフだ。僕の母だ。僕は母さんを救い出したかった。では、あなたの言っている理想郷というのは。この世界には悲しいことが多すぎる。そうだな。兄さんならわかるでしょ。命を狙われても兄も父親も殺せなかった心優しい兄さんなら。なんか勘違いしてるだから言ってくるさ。俺別に殺さなかったわけじゃないから。殺さなかったんだから。革命の洞窟で戦った僕たちのように。俺の弱点みたいに言ってるけど、俺わざとだから。殺し合うなんて。愛する者同士って面白い。なんかお前、俺がお前のこと愛してるみたいな、そういう言い方やめてください。本当に良くないと思います。神様が作った失敗作だ。だから、まあ、神様バカにすんなよ。お前、僕と母さんが作り直した。ドラクエ7で神様めっちゃ強かったからな。お前バカにすんなよ。あいつ今から生まれる。絶対お前勝てねえから。争いのない美しい世界だ。俺でも勝てるかわかんねえもん。俺最強種だからな。一緒に来て。僕たち3人で新しい世界で生きよう。バカ言うんじゃないよ、お前。バカなこと言うんじゃない。教えてしまったかな。僕の理想郷が完成すれば、今ある世界を侵食し始める。この世界は終わるだろう。無理だろ、お前。だからよく考えて。こいつの首切ればいい。僕は向こうで待ってる。お前からスボスなんやっぱり。強いモンスターはいますか。強いモンスターがいればいくらでも。ようやく開けれる。嬉しい。ようやく、あれ、あ、開けた。ようやく開けれる。もう30分ぐらい待ってた。ね、これ季節のフルート。使うと季節が一つ不思議な道具です。これ、待って俺さ、この季節この季節のこれいらないってことってことですか？季節、お、マジかよ、お前。季節の粉いらねえのかよ。はぁ、あ。はい。どこでもドア。こっちからはやっぱ無理か。どこに繋がってんだろ、やっぱ。どこでもドアじゃん。どっからと見てもお前。ちょっと大きめのどこでもドアじゃん。どこでもドア。行きましょう。何に用立ちしとんねん。足綺麗やな。来てくれて嬉しいよ。僕と新しい世界で生きる気になったかい、兄さん。いや、新世界の神になるのは俺だから。お前を止めに来たんだ。もういい加減に諦めろ。ベネットってやっぱキューピーだよな。悪いけど家族の話なんだ。立ち入らないでくれ。勝手に家族っていうのやめてくれない？やめろ、ジゴスパークやん。ベネットくん、ロザリーくん。待って、お前たち、お前たち。あ、消えちゃった。ダークホールに吸い込まれちゃった。お前その能力便利すぎん。そんな顔しないで。少し席を外してもらっただけさ。お前の言う少しってどんぐらいな。兄さん、見てくれ。
母さんが作ったこの世界は誰もが与え合い許し合う世界。理想郷だね。ここには争いも憎しみもない。この理想郷が全てを飲み込んだ時、ほう、世界は幸福で包まれる。素晴らしい。兄さんも今までひどく悲しい思いをしてきたろ。俺はあれだから、悲しみを気持ちよさに変えて生きるタイプのマゾヒストだからよ。悲しみも痛みも全て俺の快楽に変わっていくんだ。俺から娯楽を奪うんじゃねえ。家を焼かれ、母を失い、父に捨てられ、それが奪い合いの世界だ。そうだな。これ以上は悲しむ必要がない。本当にござるか。最後にもう一度だけ聞くよ。僕たちと一緒に新しい世界で生きよう。ピンタしろって。悲しみのない僕と母さんの理想郷で。グーだとあざが残るから、ビンタしよう、ビンタ。わかりました。わかりました。やっぱり優しいね。わかってるよ。僕のためにそう言ってくれたこと。え？何？お前まで俺を疑うんですか？こいつらほんと話聞かねえ。ほんと話聞かねえわ、こいつら。ちょっと待って、なんか電話。これが僕たちの最後の戦いとなる。すみません、ちょっと電話来てました。なんか骨？骨みたいな持ってんな。ずっと一緒にいたかったよ。髪伸びたね。さようなら。急に最愛の兄さん。急に髪伸びたね。ただ風、あ、また歌ってる。なんか詩を歌ってる。それお前のスタンド？俺にもスタンドくれねえかな。いいな、俺もスタンド使いて。これラスボスってことだよね。じゃあやってみようか。何しようかな。普通になんか火力高そう。まずでもフールかな。賢さ下げて、キラーマシンちゃんがギガスラ、でこっちはまあ煉獄火炎でいいかな。んー、じゃあ、爆裂剣でいきましょうか。さあ、フールから、ミスだー。それは痛い、それは痛い。313、486、火力がでかい。逆で出る。254からの爆裂剣で、いやー、いい火力、閃光山が痛いが、痛い。いやー、もう一発！そりゃまずいよ。それはまずいよ。え、マジで言ってる？もう、じゃあ変なとす、もう変なとすからの、ゴッドライダーが、癒しの雨。行きましょう。ヘナトス？オッケーオッケー、攻撃会心封じ。会心出たのがちょっと痛すぎるって言ってなんでも。癒しの雨で一旦回復させて。攻撃？ギガクロスブレイク。火力だけ。ドルマドンが、え、待って、死んじゃうかも。いや、大丈夫。危ない。さあ、癒しの雨発動。あべ、やっちゃった。攻撃443。いい火力だ。239。稲妻切り510。稲妻切り526。いい火力だ。鉄波動が出るが何も起こらない。ギガグレードが出るが、無理だよ。いや、いい火力が出るか。あ、煉獄火炎で火力。さあ。これ、フールは一旦作っといてもいいかな。どうだろう。これ、ルカニの方がいい。ルカニ、ゴッドライダーが、ベホイム。何ベホイムって騙しに来たとこ。ゴー！ルカニ？オッケー、守備力、呪文封じで、呪文封じでかい、呪文封じでかい。
520、566火力がでかすぎるウェイホイムが1000以上ダメージ入ってるからね。495でかい、436装填魔山、49ギガクストレイズはさあ対してダメージが、いやまあまあまあ、やべ、危ねえ、あ、やっちゃった、やっちゃった、待って、それはまずい、それはまずい。オートになってたシャイニング棒が全体にダメージ当たるが、ダメージ少ないね、しょっぱいしょっぱい。凍てつき波動は大丈夫。さあ、じゃあ、コクリウマルか、もう一回、無限なの。ちょっと待って、ちょっと待って、モンスター。もう一回じゃあ攻撃封じ入れとく。もう一回攻撃封じ入れといていい。クリューマルちゃんじゃあヘナトス入れて、ゴッドライダーが癒しの雨行こう。さあ、行きましょう。光の波動を、いいとして、それいいとしよう。定期的に光の波動が発動するってことだね。稲妻斬り、ヘナトス行け、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 オッケー、オッケー、オッケー。おい、呪文封じ出ました。それ強すぎる。388、ギガグレード、ギガグ呪文封じで効かない。当店マザーもダメージが入んない、癒しの雨がいいよ、けいかれよ、け素晴らしい。あ、危ない危ない危ない、やべ、オートにしてる、オートにしてる、僕のバカ。あー、でも勝った。いや、何がやばいって、初手会心でデスピサロ死んじゃったのが一番辛かった。初手会心デスピサロ死んじゃったのが一番辛かった。いや、楽しかった、ありがとう、いいバトルでした。ただ、まあ、強かったけど、強かったけど、まあ、俺の方が強かったってことだな。ご無事ですか？圧勝だったもんね。デスピサロ死んじゃったのが一番辛かったかもな。お前のそのスタンドくれよ。俺にも。また兄さんに負けちゃったね。二度と勝てねえからないって言ってる。仕方がない。これも一つの結末だ。お前じゃ俺に勝てねえや。ここを去るとしよう。僕には未練はないっすか。この世界は悲しすぎるから。未練はないっすか。お前世界から去れ。兄さんもいつか。悲しみに耐えきれなくなる日が来るかもしれない。あ、そういう時はストゼロ飲むんで、そういう時はストゼロ飲むんで大丈夫です。その時は僕の名前を呼んで、ストロングゼロって叫びます。僕はコンビニ行くんで大丈夫です。その日を待ってるから。ストゼロ飲んで喉ガラッガラに枯れながら、次の日ちょっと頭痛しながら、ね、あのパーティーするのが一番楽しいんで。母さん、この世界は兄さんのために残しておいてくれる？いや、いいよ、いいよ、俺いらねえから。兄さん、あなたの弟である。お前何もしなかったら何も悲しくねえからな、多分。よかった。俺に歯向かってこなければお前は悲しみを負うことなかったんだ。うすすみの花、夢の名残に散りても匂う君。最後ぐらい聞いてあげようかなと思ったけど、やっぱ何言ってるか全然わかんねえわ。悪いな、俺バカだからよ。あなたの活躍により天界、人間界、魔界、すべての世界は消えることなく救われました。あ、本当に救われたんだ。しかし、あなたの冒険はまだ終わりではありません。圧勝だったね。圧勝だったね。なんか悪いな。ガチパで挑んで悪いな。エルフの理想郷なんだ。ロザリー置いてっていい？は？しゃーって待って。
待って、ちょ、待って、待って、どういうこと？うおどういうこと？エンゼルスライム、スライム、ダークスライム。意味がわからん、意味がわからん。なんでスライムいんの？しかも強えし。普通に強えし。スカウトできねえ。なんでいんの？意味がわからん、意味がわからん。なんでいんの？そもそも。なんでいんの？勝った。弱気がわからん。前、なにこれ。闇の爆炎の証と HP アップ4。え？めっちゃ強いやん。全然理解できん。意味がわからん。意味がわからん。うわ、復活してる。え、これそういうことだ、やっぱり。あ、そういうことなんだ。ちょっと待って。いや。経験値はそこそこうまい。2万6000は普通に美味しいんだけど、それはいいとして、出た、剣豪の証。え、剣豪の証って何？え、強っ！え、強っ！そ、強っ！え、マヒアド斬り、稲妻斬り、灼熱、空裂、在地、ギガブレ、閃光、暗黒。俺、そういや、こいつ捕まえたことなくね。ないよね。見た、初めて見たんだけど。こんなやついたっけ？あ、いたっけ？こんなやつ。初めて見るかも。言うの名は。え、俺、アンコ、エビル・アングラー、突撃王。知らない、知らない。俺、ワクワクすっぞ。うわ、出た！よ、三つも超回復、守備力4、流氷ガード。なんじゃそりゃ。出た、キングスライムだ。キングスライムといえば、ドラクエの1だったかな、ジョーカーの時にさ、なんか一番最初の方からになんか出てくるんだよね。違ったっけ？夜になったら出てくるんだよね。おい、待って、ワタボーとワルボーがいる。え、どういうこと？なんでいいの？ワタボーとワルボーがいる。できねえ。マヒアデドス、強っ。あ、スライム来た。これ一周すんのかな？一周してんのかな？ランダムなんか一周してんのかわかんないな。倒したら一周するんだ。さあ、というわけで、ソルトのドラゴンクエストモンスターズ3終わりました。いかがだったでしょうか？お前らこいつを待ってたんだろう。ホネリーダー。最後は骨リーダー映したかったわ。神降臨。もうそろそろ生明かしてもいいんじゃない？俺の最強のガチパで挑もうかなと思います。ニャーゼル。ニャーゼル。何してんだお前。ニャーゼル、何してんだお前。最後はね、この裏武道会。はい！というわけで、裏武道会 S ランク制覇して終わろうかなと思います。いや、気持ちよくね。バズズ俺見たことねえな。そういえば作戦だけ書いていい？これでいこう。作戦、特にいじってない。どんぐらい？いや、いいダメージ、いいダメージ。マヒャでどうする？いいダメージ、いいダメージ。アサシンアタックがくだわないんだね。閃光山は？いいダメージ。すばらしい。おぞましおたけびはくらわ。まあ、そんなもんだ。あー、蒼天魔山。うわ、500ダメージ。強すぎるイオグランティか。そろそろ死ねない？2ラウンド持っただけでも、まあ、十分偉いと思う。
俺のこの最強パーティーによくそこまで歯向かってこれたもんだ。ニャーゼル、生きてたんだなお前。グローリアス。もはや奴についていく気はない。こいつは伝説になるゴールデンロー。さあ次なる相手は、あれ、アリーナの伝説のモンスターが。これ伝説のモンスターだったんだ。登場だ。そうなんだ。あげ、ごめん、ちょっと切った。あげピピ。あ、そのクイーンモモンジャみたいなやつまだ持ってねえよ俺。ピンクモモンジャみたいな。ふぇー、来た。アゲピピ、アゲピピ出てきたんだ。え、ラスト誰なんだろう、気になるな最後。どうしよう最後。最後もモンジーだったろ。あ、桃色キングだ、桃色キング。次やっていきましょう。いやー、人望増殖800くらい入る。800入った。マヒャデドスが、いや、いい火力が、いや、いい火力、ほんといい火力。ジゴスパーいい、300、いい火力、いい火力、もういい火力しかいない。460点いけるの。94ダメージが少ないね。ラインが、いやー、ショッパー、よくない。いや、いい火力、良すぎる。火力良すぎ、マヒャデドスが。いやー、555、でかすぎる。さあ、死んで沈んでしまったラウンド2持たなかったか。これが強さだよ。これが最強の名をもう手にした男だぜ。ここが指してるぜ。第2試合も勝った。ありがとう、ホネリーだ。マスター X! もう5体統治で平服だ。マスター X! 5体統治。土下座やん。土下座やん。はい、言ってくれた。次なるお相手は、あれ、眷属を連れて。何してんのお前。展開から来ちゃった。来ちゃったじゃねえんだよ。ツンデレドラゴン来ちゃった。え、これどうしよう最後。なんかローザリーとか来たら、何してんのお前。何してんのマスタードラゴンくん、何してんの。最終戦なんだ。最終戦なんだ。お前だ、準備はいいか。行くぜ。ラストマスタードラゴンなんだ。いや、いい、ここで顔見知りと戦えるの嬉しいね。神竜、鳳凰ってランク X とかじゃなかったっけ。神竜も、神竜もなんかランク S とかだよね。うわ、戦いがいがあるってもんだよ。ヨグランってどんぐらい入る。いや、555。おー、火力がやばすぎる。3ターン、555。3ターンは持つと思っていい。3ターンは持つよね、さすがに。ヒゴスパー。いい火力だ、素晴らしい。いやー、勝負い。食らわないねー、爆裂剣。いいよ。あー、素晴らしい。ヨグランデが。そろそろ鳳凰死ぬんじゃないですか。マヒャデドスで。もう死ぬでしょ、もう鳳凰が。いやー、決まった。復活の祈り、マジか。おー、540で100。ブレスは使わないからね。ジゴスパーク。これ2発決まったら鳳凰死ぬんじゃうよ。いやー、だいぶだった。鳳凰が一旦生きてきた。ミラクルそうで、鳳凰が死んでいく。さあ、回復させてもらいました。岩石落としはどれくらいダメージ入る。回復した。あー、呪文暴走した。マイヤデドス。いやー、強すぎる。神竜が残り1体よ。グランデがどんくらいある。あー、121。さあ、ラスト絶対レードで1体ぐらい倒してくんのか。うわーっと、しかし、攻撃に勝つ。いや、第3ラウンド持たなかった。いや、強すぎる。すまね。圧倒的力の強さを見せてしまった。これが神の子ソルト。ここまで走り切りました。応援ありがとうございました。私が最強。私が神。キングオブゴッド。ツンデレドラゴン、次はお前を倒させてくれ。ご視聴、ありがとうございました。ありがとう、ホネリーダー。エクサ級の感動をありがとう、マスターエクサ。言ってもいいよ。とびきりのキッスを買ってやる。ホネリーダー、最後にホイって言って、ホネリーダー。ホネリーダー。ホネリーダー。こうしてソルトの長い旅はこれで終わったのであった。
しかし、旅はまだまだ続く。お前のバトルを、ご視聴ありがとうございました。